リーガルパレット通信ということで、前回に引き続き、太陽ゲストでお送りしたいと思うんですけども、よろしくお願いします。こんにちは。そんな感じ。その頃なんだ最初のさ、出だしのファニーキャラみたいな。明るくいきたいな。こいつ樋口太陽もしくはチューインガム樋口どっちこれ。もうやめてよやめてよ。くっちゃ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 ぷっぱん。どうもチューインガム樋口です。やめてもマジやばいや。詳しくはググってくださいって言ってもググっても何にも出てこないでしょう。いや進んじょう進んじょう。これ太陽がずっと昔からね、アマチュア時代からやるよね。キャラなんよね。そうですよ。だからピン芸人東京に太陽と2人で上京した時の助手席からすでにやりよったもんね。じゃあもう2008年とか9年とかそれぐらいからやるよね。そうとかやってるんですけど、今日は樋口太陽ということで喋らせていただきますと。じゃあ何その仕切る感じ知らんけど。そうそう。で前回ねちょっと言ってなかったんですけど、太陽は株式会社オフィス樋口の社長なんです。そうですよ。そうで僕株式会社オフィス樋口の元社長であり。あ、本当やね。でその後に太陽、だから最初株式会社オフィス樋口僕と太陽で作って、で俺が社長太陽が副社長っていう形で作って、でその後太陽が社長になったよね。で俺が会長っつうことになったよ。でそれやめて今度はブックの社長になって、でこの間の就任式で俺また会長になったんですよ。そうそう。で僕は社長にならせてもらってますからね。だからこうやと太陽が境遇が似ちゃうんよ。ああそっか。確かにすごいよね。だから俺太陽とこうやを会長として従えたことがあるっつう。ああそうやね。すごいあれやね。うん。だけどなんかちょっと会長癖がついちゃう。会長癖ついちゃう。会長なりがち。なりがち。会長なりがち。ちょっと目離した会長なりがち。しかもいきなり会長にならんがち。一回社長挟みがちやね。あれちょっとあれ樋口さんどこ行った？樋口さんあ向こうの方で会長しよう。いやそう。いやこれ太陽の時もあったかもしれんけど、説明むずくない？めっちゃ聞かれるんよ。樋口さんはどうしてるんですかとか、樋口さんは抜けたんですかとか、代表のはどうなってるんですかとめちゃくちゃ聞かれるんよ。うちはまあちなみに代表取締役は2人とも代表取締役で、会長社長っつうのはまあ本当にただついてるだけなんやけど。でもそれも説明せんとみんな分からんき。そうね。まあそれで言うと多分オフィス樋口の時はそんなにさ公的な人とのやり取りとかなかった気がする。そうなんや。ああなるほど。まあなんか Facebook のお知らせぐらいでなんか割りかし伝わるみたいな感じなんやけど、まあ多分ブックの方が説明がややこしいでしょうね。そうなんや。結局オフィス樋口の時っち太陽さんと清則さん。ああまあそっか。そうやね。で太陽の仕事は太陽チームでやりよって、俺の仕事は俺のチームでやりよって、で要は例えばじゃあインタビュー来ますとかなんか挨拶してくださいってなった時にオフィス樋口に来るんじゃないよ。清則さんお願いしますとか太陽さんちょっと来てくださいっていう感じになるき、その会社を対外的には背負ってなかったよね。制作事業がその2人のマネジメントやりを会社みたいな状態よね。そうね。で2人ともプレイヤーやったきよね太陽も。そうだよね。まあただ社内的にはやっぱり太陽が社長になって変わったけどね。全然それまでは俺が社長やったき、そのなんつうんかな、チームとして会社を盛り上げていこうみたいな意識が、そうね、0から10まで言うと0。ジェロやった。いやもうゼロの下やん。ジェロやろだし。ジェロやった。ジェロその会社と思ってなかったもんね。これもそれも面白い。これも面白くて、そうそうそう。その時の話もすると、最初会社作った時っち俺ずっと反対しとったんよ。もう太陽ちょっと太陽がまず会社にしたいんやけどつって言ったんやけど、いや俺もいい意味ね意味ねみたいな、ややこしいっつって税金とか払わなきゃいけんし、いいそういいそういいそう。いや別になんか今俺がね仕事を気負ってで太陽も仕事気負ってそれでいいやみたいな。だから言いよったんやけど、まあでも太陽がまあ会社にしたがいろいろいいっつうことで下着、ただお前おいやめるぞっつって言ったよね最初から、音楽の仕事も辞めるし会社も辞めるけどそれでいいっつって話をしてでなったよね最初。あ2丁2丁いやそうなんやマジ2丁マジ2丁。こないださマサ君と話しよってワンオンワンが打ち合わせがあると、ブック社内のね、で兄ちゃんがそれを活発にやるよって話をしてで言ったかもしれんけど、昔ワンオンワンから一番ほど遠かった場合そのチームプレイをしてなかった10面でね。だからすごいねっていう話を。そうなん、びっくりしましたよ。それで言うと当時の俺の弟子の有志、まさに2番弟子やけど有志っていうのは俺ね1番弟子、有志と毎日ワンオンワンしよったみたいな感じやき、それはねだき俺の中では組織体が会社じゃなくて有志と俺なんよね。あなるほど。で太陽の一番弟子の大西とか、あとその次に入ったブチとかは俺からしたら管轄外なんよ。だきなんか太陽の管轄の人に俺がやや言ってなんかこう俺の思想を植え付けたりとかするのもなんか違うなっつうのがあって、要は別会社みたいな感じ。まあね、そう太陽はチームは太陽チームでなっちゃうんで、まあでもオフィス樋口の時はそうか、そういう感じだった。そういう感じは確かにしたか。なんか一つの会社っつよりはやっぱ一人樋口清則太陽のチームが集えられるって感じだったもんね。それももともと想定しちょったのが俺が抜けるっちゅう想定やき、俺はだけずっと音楽の仕事辞めるっちずっと言ったき、抜けた時に会社でがっつりやりよったらややこしいなっちゅうも言ったずっとだき、これは結構いろいろ言いよきあれなんやけど俺と太陽の売り上げをそれぞれ全部エクセルでまとめちょったよね。そう一応口座は会社の口座に売り上げ入ってくるんやけど、俺はなんぼタイはなんぼって全部まとめちょって、俺が抜ける時にちょうどここが境目っつうの分かるようにしちょって、抜けやすいように。なるほどね。時間帯も全然違ったんですよね。そうそうそう、働く時間帯もだけそこもねなんか難しかったんや。要は俺と有志のチームはもう完全に夜型やったき、もう昼過ぎから動き出してで夜中までやったりとかで土日も関係なくやるしみたいな。ただ太陽チームはもう本当にスタジオに毎日出勤をしてで朝何時10時からやったっけ、10時から夕方まで働くみたいな感じだったき、そもそも合わんかったよ。すごいね。そうなんよね。すごい全然違うやん。全然違う。違うっすよね。うどん屋とスナックぐらい違うやん。そうじゃない。きょんちゃんたちがスナックで、太陽たちうどん屋みたいな感じよね。そんな感じ。そんな感じやね。だけどもう接点さえないみたいな。もともとね。でそれが俺が社長の時。ただ太陽が社長になってやっぱこうチームで。やっぱ一丸となってやらないけんつうことで会議をするようになったよね。それでまあ一個あ会社なんやそういえばち俺思ったじゃん。それの会議の名前が何だっけ、無敵会議。弱えそう弱えそうまあやってましたね無敵会議。最初に必ずクイーンの「ドンドンチャドンドンチャ」トントンチャンツの流して「We will will rock you」「はいどうも始まりました」っつってやりよったやってましたね。それこないだブックのやつでも使わせてもらったけど、いややったんかいやったかい、年明け一発目の会議なんですね。やりましたね。そうだきやっぱりね太陽が社長になってあ会社やったよねって感じになって、でそれぐらいからマネージャーを雇ったりとかしだして、であれもそうじゃない、スタジオ建てたのも太陽会社になってから。まあそうやねそうやね。そのスタジオを建てるとかいうでっかい動きも太陽が社長になったことによってなんかするようになった。なるほどね。なるほど。だきさブックで俺が社長になった時っち初めて経営やるみたいな感じ、俺からすると。まあ俺らからすると社長経験すげえあるってイメージやけど、経営っていう感じじゃなかったよねやっぱね。プレイヤーやったもんずっと。スーパープレイヤーでやるったって感じで、なんで社長になったかっつうと俺芸人やりよったき、社長芸人ち面白いやんぐらいの横島横島やな。それくらいどうでもよかったよね。うわいやでも2丁ね、2丁っつうかまあそうやね、会長になったもんねどっちの会社もね。同じ穴の無地なよねこうやと。多分俺と太陽がやろ、うん、同じ穴の無地なって感じやね。もう本当にこれ言っていいか分からんけど、うん、穴兄弟ならぬ、うん、社長兄弟や、うん、いやわえなんか社長兄弟の方が言ったらダメな感じしたら穴の方が良さそう。こうやと俺は社長兄弟やね、うん、社長兄弟やね、うんうん、同じ俺の遺伝子をな、同じ境遇にあっちゃう。いやそうやね特殊っすね。いやマジ特殊やねっていう。じゃあまあ面白いもんです。あとよろしくな。いや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 出た言いがちね。あとよろしく言いがち、会長が言いがちね、会長が。そうだ、あそろそろ会社作っちょこうかな、社長になっちょこうかな。いやもう一回ね、すごいね、さなぎになって蝶になるみたいな繰り返すやん。すごいな、二度あることはね。でもまあでも狙ったわけじゃないよね、そのなんちゅうか。ああどうやろうな。おいそ井口で会長辞めてブックをやるってなった時にさ、会長になると思ってなかったやろ。でもうわどうやろう、まあ会長とか社長とか分からんけど、うん、まあ社長を長くやるつもりはなかったというか、うん、あというよりは社長ということの重大さを、うん、分かってなかったって感じだね。時あの元ね共同代表で2人社長やったよね。でその時も俺相談されたんよ、大江に。あのいやきょんちゃんさっつって会社作るんやけどこれどうするってなって、でまあきょんちゃん社長になってもいいし俺社長になってもいいんやけど、なんか同級生で2人で始めたので上下があったらややこしいき、まあ共同社長がいいかな、どうしよっかな、でもどうするとか言われた時においごめんマジどうでもいいマッチどうでもいい、マッチどうでもいいき、もうじゃあそれでみたいな、あ了解みたいな、それぐらいの感じ。その社長というものがこんなに重要と思っちゃったら多分なってないね。ああなるほどね。いやもう社長マジやめてくれってなってる。はいはい、そう。いや確かにそうかも。あの就任式でも話したけど歴史を、2018年にブックが本当にこう一回本当にもう倒産しそうになった時からきょんちゃんの本当の社長業みたいなの始まったのかもなと思う。生まれて初めての社長。そっからなんかこう本当に経営をどう立て直すかみたいなのもやりよったし、銀行との話し合いもやるしみたいな。そう、初めて俺名刺持って銀行行ったもんね。そう、その時にあこんなんするんやとか、あと税理士さんと話すとかね、はあみたいな。であれよ、財務諸表を見るとかね、あこれ損益計算書ってこうなっちゃうんやみたいな、え貸借って読むんこの、読みにくいもんね、貸貸借って読むみたいな、もうそんなレベルやきさ。なるほどね。人件費の計算もしたことないしみたいな感じだった時、俺も思うもん CF みたいな、キャッシュフローね、センターフォワードセンターフォワードのことって分かりにくいことね、いろいろ。そうなんいやね、ちょっと普通に俺せっかく太陽に聞きたいんやけど、副社長から社長になった時の気持ちの変化ってどんなやった？聞きたいっすね。でもあるね、それは多分多分やけど、雑誌プレジデントを見始めたのがそんくらいじゃない？いやもうちょっと前から見ようか。お前雑誌プレジデント呼びよ。プレジデントはもう読んでますよ。読んでそう。最近は読んでないけどね。なるほど。まあどうやかね。まあでも完全に自分のディレクションになるやん。はいはい。会社というものが決断しまくらないといけない。それがまあなんていうか好きだったんで、もともと名実ともにディレクションやれることが、まあなんかちょうどいいっていう感じ。嬉しいとかじゃないけど、やっと自分でディレクションできるぜみたいなわけじゃないけど、ちょうどいい、ちょうどいい。確かにそうやった。いや結局俺が社長で太陽が副社長やった頃も「兄ちゃんこうしたんやけど」って言われて「いいぞどうでも」って言った時、あまあそうだと言うよね。そう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 、ほんと言う、ほんと言うよね。わかる。それがちょうど良くなったっていう感じかな。それはだってね、当時もそうやし今もそうだけど、あでもお前の決断でやっていいぞ、別に最終的に潰れたら俺が結腹筋みたいな感じやもん。まあまあスタンス的にはきょんちゃんほんとそういう感じ。会長的よね。もう現場で何を決断して失敗しようが成功しようが別にみたいな感じやもん。そうそうそう。もしかしたらさこのままやったら筑豊で会長って呼ばれるんじゃない？おるき、いろんな人から会長って呼ばれる。おる福島会長、レジェンドが、レジェンドプラスおるき、何の会長か分からん会長のレジェンドおるき、田川筑豊地区分かんないですけど会長って会長ってみんなが呼ぶ人がおるき、分かる人には分かるネタ言ってしまう。確かにね、来るたんびに演じのハットかぶっちょうわ。2丁でここら辺のあれ2丁は確かに。まあまあそれはいいんやけど、いやまさくんともね、こんなに喋ったことはないですよね今まで。確かに、そうそう、やっぱ滞在してるからこそ。なるほどね、話せるしね、がっつり喋ってますけど。じゃあこうやにアドバイスなんかある？まあ就任式もちょうだい。そう、就任式も見たんやろだって。いや、アドバイスね、なんやかね、いやでもアドバイスできることはわからないですよ、このブックに関しては。あ、じゃあ分かった、今俺がおらんていで俺の陰口言ってみて。ほんならなんやかね、社長として樋口清則が会長におったということで、いろいろあったトラブル、思い、なんかそういうもの、なんやかね、それ言われるとなんやかね、難しいよね。もう時が経ったきさ。なるほどね。なんやかねって感じはね。まあ太陽がさ、ノートで記事ずっと書きよんやけど、とりあえず思ったのは、俺抜けた後そんな会社大変やったんやっちゅう。あ、まあまあそうやね。だけどまあ多分思っても見ないことが起こるかもしれないですね。あ、そうやね。なるほど。思っても見ないことの連続やもんね。そうやね。まあでもね、徐々にね、予兆はちゃんと出し置き大丈夫と思う。こういうこと起こすぞ俺っつうのは。起こしてはいる。前準備はしちょってよっちゅうのはずっと言うけど。まあでもきょんちゃんはむちゃくちゃやけど、なんちゅうかな、むちゃくちゃやけどむちゃくちゃ戦記。なんちゅうかな、話せばわかるやん、もちろん人間やきさ。だきまあ。まあ俺は結構いろいろと相談しようけどね今でも。だからちょっとなんかそこら辺は違うかもね。分からん。会長の時そうか、相談しよった。どうやかね、きょんちゃん会長の時相談はないね多分。どうやかね、それよりなんかもうこうしようと思っちゃうけどどうみたいな感じ言われて。あ、まあそうやね、あ、いいんじゃねっちゅう。俺は割と結構相談するかな。まあやし、いやそれはもうこうこうこうと思うき、俺やったらこうするけどお前がそれでも踏まえてそうしたんやったらいいんじゃないっつったら、うん、分かったっつって大体する太陽。分かる分かる。もうこいつなんかね決まっちょんよね太陽。自分の中でこうやったらいいっちゅう。太陽は本当そのタイプやね。俺悩むもんやっぱ、きょんちゃんと違ったら。ああ、でも分からんやん、どっちが正しいかは分からんき悩むね。あで時間もないやん、判断せないけんかったら。結構そういうのはある。そうね。でもその悩みたいき引きようのもあるかも。あんまりこうなんちゅうありがたいやん、そのなんちゅう全く例えば違う意見出てきたら、まあ俺は結構割と聞いてしまうかな。もう聞くなほんなら。いやまあ結果判断せなけど、けどやっぱねそのワンクッションがあるのは結構自分にとってはいいなと思うから。まあでも今回滞在して思ったのが、やっぱオフィス樋口の社長やってますけど、ブックの社長の方がやっぱより社長っぽいやろなーって思う。あ、それはそうかも。さっきも言ったように公的な人とのやり取りとかさ、戦記、それに対して地域の人たちとかもやり取りするし、スタッフもさ多いやん。スタッフも多いしお客さんも多いし、より社長っぽいよなーって思う。なんかだけどさ、分かる分かる。結局まあその俺ら界隈のオフィス樋口界隈、俺らっつったらややこしいね。オフィス樋口界隈の会社ってさ、やっぱベンチャー色が強いやん。ベンチャー色が強いか、その広告のなんかちょっと大手とかになってくるやん。だけどそのなんつうかな、こうがっつり施設運営してますとか、会社として工場持ってやってますとかじゃなくて、すげえ軽い会社か、なんかこうなんつうかな、もうなんか社長と出会わんみたいなでっかい会社みたいな感じで、ここっちなんかさ施設をしようってそのトップみたいな感じになるよ。だき俺びっくりしたのが、例えばじゃあ俺エントランスでドラムパー叩いたりするやん。だからちょこちょこ子供とお父さんとかが来て一緒に遊んだりするんよ。ウェーイって叩いて、ありがとうございますっつって、近くの方なんですかとか言われた時に、あ、いやいや、ここの代表やってるんですっつったら、あ、社長さんですか、それはそれはってなる。まあなりやすいよね。社長っつだけで、あ、そんな、あ、いやいや別に社長っち別に俺と普通に始めたあれすけどみたいな。あるある、それはもうあるよね。社長さんみたいな、なんかね、それはまあそれはもう田川がちょっと東京に比べて遅れているかもしれない。まあでも美味しいよね。まあ美味しい。あ、そうか。だけどここで美味しいと思うかどうかが俺と太陽違うな。まあそうやね。俺面倒っち思うもん。なるほどね。いやもう社長とかなんち思うけど、なんというか、いや別にもうそんな、いやさっきまで楽しく楽器しよったやん、そんな急にそんな距離感出さんでよって思ってしまう。樋口清則やん俺、金髪の兄ちゃんやんみたいな。これからよりびっくりされるよね。俺が社長で館内案内した時にドラム叩きを金髪の人がおって、会長でしたら会長、いやもう社長でもびっくりするのに、お若いですよね、金髪ですよね、ワインレッドのハットかぶってますよね、会長頭取ですみたいな感じで言うわけさ。なんかそうね、まあ美味しいよね。いや美味しいか、まあ荒野も美味しいけどね。まあまあまあそうですね。やっぱ僕からしたらね、荒野が社長とか美味しいわ。いやどういう意味だよ、それはどういう意味じゃない。面白い面白い面白い。だって青団の団長やけね、荒野。高校3年生の時の体育祭の応援団の団長が太陽で、あちゃちゃ荒野で、俺で副団長太陽でやってましたから。ちなみに太陽から見て荒野っち組織のトップとしてどうなん、いやどういう感じの社長なん。言ってもまあそりゃあれでしたよ、高校の時はそりゃもうあれでしたけど、チャランポランでしたけど、チャランポランでしたけど、まあでもなんていうかな、多分ね、トップとしてこれがいい悪いとかないはずなんよ。まあね、でそれはそれで多分荒野の特性やと思うけど、あ、じゃあチャランポラン系のトップやったよね。まあそうやね。まあ面白い話をすることが、なるほど、タスクをこなすより優先するってさ、それがあれかも、特性かもね。それが特性変わってないかも。いやでも全然変わっちゃうと思うよ。今だって実務ずっとしようもん。ああそっかそっか。だけこれ多分やけど、その当時の荒野は副長に太陽がおったき、そういうポジションになっちゃう。まあまあそれはある。それはマジである。だけまああとあれよね、プロダクションに入ったりしたやん。東京で映像制作会社に入ったりして、そこでの経験でだいぶ変わったことはあると思いますけど、まあでもやっぱ特性は変わってないよね。そんな変わってないからね。多分やけど、荒野の真下にバリバリ荒野より仕事できるやつおったら、荒野はずっと面白い話してる。それで良くなるよね。それで良くなる。そうそうそう。今んとこ荒野の代わりになる実務をできる人間が現場におらんき、まあそれはもう人が足りんっつうのもあるんやけどね。別に能力がどうとかじゃなくて、本当に足りんっちゅう感じで、そういう状況やき、多分チャランポランではいけないみたいな感じになっちゃうと思うね。逆に俺荒野が全部やってくれるき、ずっとマイクに向かってマイクチェックワンツー、マイクチェックワンツーっつって言うだけで、これでおまんま食わしてもらってみたいな。そうそうそう、マイク一つでっちゅう感じだけど、多分荒野おらんかったら実務しちゃうと思う。もっと現場のなんか組織考えたりとか、システム考えたりしちゃうと思うき、いやこれが面白いよね。そうやね。でこれが荒野が社長になって、またちょっと荒野の真下に実務経営できる人間がバッチできたら、相当変わるような気がする。相当チャランポランになる可能性あるよ。どっちがいい？チャランちょしっかりやるようなとチャランポランなんどっちがいい？チャランポランな話が聞きたいな。あ、じゃあもうそっちに向かうわ。うん。あ、そうやね。そう向かってほしいね。そう向かってほしいね。まあみんなもそう思ってるでしょうけど、リスナーのみんなも。まあね、なるほどね。それはあると思うよ。でだきまあ荒野の場合はさ、荒野の兄ちゃんが究極のチャランポラン。究極のチャランポランね。高谷君がさ、マジで究極のチャランポラン。すごいもんね本当に、高谷は子供と帰ってくる時もさ、我が子連れて帰ってきよんばい、ちっちゃいまだ。そしたら電話かかってきて、お前これからお前今日から1週間ぐらい帰るき、お前毎日遊べよ、俺もう何もしたくねえき、もう実家帰ってネットフリックスとかしか見たくねえき、お前毎日遊べよ、俺遊ばんきの。いや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 、我がことお前と母ちゃん一緒に、俺今おふくろと一緒に住んでるけど、お前と母ちゃんで毎日鬼太郎と遊べよ、子供ね。すごい宣言やね。俺はマジなんもせんきの言うぐらい、本当に誕生マジそうなんよ。いやでもあれ大人になって分かったことがあるんやけど、その実務をやる人がいたらそのチャランポランでいても大丈夫っちゅうか、それに徹した方がいいみたいなのは学生時代とか知らんかったんよ。そうね。やっぱみんないろんなことせないけんと思ってた。大人になって逆に分かる感じがあるよね。そうね。何かを埋めてくれる人がいれば、面白いことしよってもいいみたいな。そうだけど担当よね。担当でだけど多分やけど、こうやがおらんかったらその高校の応援団の時も空気は若干重くなっちゃうはずない。まあそういうことがあるよね。要は太陽はまあ知らんけど、おそらくバシッとしよったろ。お前たちに並べっつって、はい時間になったらはい練習しようっつって、はいもう型覚えた。すごかったっつって。鬼の副長やったろ。まあガンガン系やったきね。ガンガンいくぜってマジで。これで太陽がそのガンガン系でトップやったら、タイとして息苦しかった可能性がある。まあそうかもしれんね。だっきこうやがこう言うたら、太陽より立場の上のこうやが「おいお前何しよん」っつって「な彼女とどうなっちゃう」みたいな感じやったき、それでこうふっとこう軽くなっちゃう可能性がある。まあ役割よね。いろんなブレンド具合で決まっていくよな。それでいうと今ギチの完全人間ランドってさ、またこれ俺と小屋の兄ちゃんの高井君チャランポランと俺でやるんやけど、実務 100% 俺がやるよね。いやほんとすごいよね。 100% 俺がやるよ。そうだよね。すごいよね。 100%。 そのいろいろその経理とかあるわけ、あるいはスポンサー収益経理とかも俺が仕切ってマサと一緒にやるよし、ホームページ作るのも俺やるよし、台本の打ち合わせも俺がやるよし、その配信の管理とかで質問来たら全部俺が答えるしみたいな感じで、すっごいね、全部俺がやるやん。でチャランポラン何しよう。チャランポランはその日来て「おお今日何喋ったらいいん?」っつって「じゃあ高井君もなんか面白いエピソード言って」っつったら「やべエピソードちょっと待って何け用意していくらよかった」っつってチャランポランや。いろんな意味でチャランポラン。チャランポランや。面白いことだけ言っちゅうかいいのに、面白いこと用意してなかったりするもうぐらい。でもそれでうまく並走ができちゃうってことね。ただまあもう回し出したらなんか言う気ね。そういう役割よね。いやでもさ、その実務嫌いやったりするやん兄ちゃん。そうでそれはもう完全人間ランドにおいてはやる気出る。やりたくねえよそれは。やりたくねえけど、そのポッドキャストでこれがしたいっつうのはあるわけやん。でやってくれる人がおらんき、まあもちろんマサおるきさ、マサにある程度頼むんやけど、そのディレクション部分はやっぱりできんき、決断は。そうやね。だき事務作業エクセルの管理とかできるんやけど、事務作業はできるけど決断できんき、本当はそれで任せれる決断できる人がおったら全部お願いしたいんやけど、俺がやるしかねえって感じ。なるほどね。だきそこも今俺社長でやるよけど、会長になりたい。なるほど。完全人間なんだろう。なるほどね。面白いですね。面白い。いやちょっとマサ君の見解が聞きたいですね。その3人見てきて。そうか3人の社長を見ちゃうやきねマサは。しマサは地銀やきもともと。そうですね。地銀の社長も見てきちゃう。地方銀行。地方銀行やき。ザ会社よね。まあ本当一般的に言うザ会社を見てきた経験からするとね、全員色違いのポケモンっすね。本当に色違いのポケモンち。まあでもそうやね。人間ではないモンスターやけど、ただポケットサイズだね。ポケットサイズ。これぐらいの玉に入る。もう全員なんすかね、離れちすぎますね。交わる感じがしないですけど、その師匠がいてこううまく交わってるんですよね。けどなんかそれぞれ3人が多分まとまってなんかするってなると、何が起きるか分からなすぎて、うん、ちょっと怖いっていうところはもちろんあるんですけど、うん、それぐらい3人違うっちことかマジ違うっすね。まあ兄ちゃんと俺との違いとかもね、はい、多分より感じれたと思うけど、そうっすね。いや太陽ときょんちゃんマジ違うよね、うん、マジ違うよね、うん、いやこれも面白いのが兄弟じゃなかったら同じになっちゃう可能性がある。あまあね、まあそう生き別れで、うん、バーンって違うなんちゅうかな、もう生まれた瞬間に違う土地で、はい、同じような特性の親で育っちゃったら同じようになっちゃう可能性があるんだけど、はい、たまたま俺が先におったき太陽がこうなっちゃう可能性がある、まあ、そういうのもあるよね。そう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 いうのあるね。これ面白いよ、俺らの、うん、親父俺やん、はい、樋口建設つって社長やるよね、うん、それはまあ3人兄弟のうちの、まあ、男2人なんやけど、うん、俺らの親父が弟なんや、うん、さらに上に兄ちゃんおるよね。もともとその兄ちゃん社長でうちの親父であるその弟ねが副社長で始めちゃうき全く同じなんや、うん、それ知らんで2人やりよったやろ。でも意識してないね。意識はしてないけどでして、うん、最初その兄ちゃん側やるったんやけど兄ちゃん側がちょっと経営やめて、うん、町会議員に出るっつって政治家になったんや。それで弟である俺の親父が樋口建設継いだんやけど、うん、はい、ほらだけど俺もさその町のために働くっつって、うん、はいやめて貴重やん、うん、そっかマジ一緒なんよ、うん、そこもマジ一緒。マジそこ不思議やね。多分なんかね樋口家の DNA みたいなのがそういう挙動をするんと思うよね、うん、で面白いんがいまだに兄弟同士めっちゃ仲いいんよね。そうね、はい、仲いいよね。親父一緒に仕事したりもしようもんね。まだ現場に出てねガンガンしよう、うん、で俺と太陽も、今まで人生でガチの喧嘩1回しかしたことないけど、うん、そうそうそうガキの使いあらへんでを俺が取ってなかったやつねでキレられた。そう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 中学校3年生の時に太陽にダウンタウンのガキの使いあらへんでをビデオで録画しとってくれって頼んで、それが撮ってなかったき俺ブチギレて、うんうん、台所にマジで追い詰めた。貴様こらっつって、うんうん、その時どんな気持ちやったの。どうやったっけもう分からん分からんいずれこの兄と音楽制作会社を作ることになるのだって思ったの。いや思ってなかったそうねやってしまったやってしまったまあそんなビデオテープたちもねこの片付けで処分しているわけですああうまくまとめますね。いやいやまとめてねつなげてくれうまくまとめるなさすがですね。いやまずそうなの。いやだけどなんかこうくしくもなんかあれやねなんか人間とはみたいな話になったね。なんかこういう立場やったらこうなるけどみたいな。そうね。まあでもそれまあ結構当然なこともあると思うけど、はいはい、例えばバンドをさやるとしてさ、うん、ギターやりたい人がおっても、はい、バンドを組んだらさ、うん、こいつがギターやるんやったら、うん、俺ドラムやるしかねえわっつってそうなんや、うん、スッチ決まっていくやん、うん、その立ち位置が。当然ではあるよね、ま、マジでそうや、うん、いや俺 なるほどなっつって思ったのがあって、うん、太陽そのほらなんちゅう偏差値高くねえや、うん、学力的な、うん、で、うん、なんかの時にちょっと話しよった時に、うん、なんで誰かおったんよね。兄ちゃんはめちゃくちゃ勉強頑張ってきたよねと、で太陽は、うん、頭悪いわけではないのに、なんか勉強やってこんかったん、ね、だけどいわゆる偏差値よね学力だけね、うん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 、なんでなんちゅうのを太陽に聞いた時に、うん、ああつって兄ちゃんが勉強できる系やったき、うん、俺別にそうじゃないでいいと思ったっつって言って、あ俺そうじゃない系、ね、あったかもしれんね。そうあったかもしれん。なるほどね。わーなるほどなと思った。なるほど、うんうん確かにだってダウンタウンの松本人志さんも言ったね、うんはい、兄ちゃんがその優等生で、うん、で、なんかギターもできるし勉強もできるみたいな感じだったき俺はもうなんかもうお笑い行ったみたいな感じがしよったき、なるほど、ね、そして時を経ていくとですね、はいはいはい、学力がないのが、うん、コンプレックスになっていくのよ、すると社長とかになりたくなってくる、はあへうん、そういう称号が欲しいみたいな。なるほど、はいはい、あそう、うん、だって、うん、全然ないでいい職業やん学力とか、うん、あまあそうやけど学歴とかね経営者とかね、まあでもクリエイターやっぱはっきりしたさ、うん、ものがないだけに称号が、うんうん、だけに社長ぐらいはなりたくなってくるんよね。へえいろんなあれがあるよねその揺り動かし。なるほど振り子がある。振り子面白い、うん、逆に言うと俺マッチいらんきね。その辺。いや、そうそうそう。どうでもいい、マジで。そう、多分、いいかねパレットのね、長期滞在者とかにも、そういう人いそうですけど、学力高いだけに、悟り開いてる系。お前の兄ちゃん、学力高いだけに悟り開いてる系な。で、その世間的な、なんていうか、立場とかがあんまり気にしない人とか、いるでしょ。なるほどね。いや俺は悟り開いてる系っちゅうよりは悟りに目指してる系やき、ちょっと違うかもね。ちょっと悟りの話はちょっと長いかな、長くなってしまうかなあ。でも太陽って言われてみたらそうかもね。なんかよく言うやん、木戸がね、木戸はイカネパレット寿司に出てないけど、木戸が車をね、フリーランスディレクターの人が車を買うって言った時に、やっぱフリーランスのディレクターがこういう車乗らんと、やっぱり現場にこういう車で来んと仕事来ないでしょみたいな感じのやり取りしちゃったよ LINE で。太陽一割とそういうこうきちっと見え方とかすげえ意識するタイプだもんね。ものすごいね。きょんちゃんが逆に本当にマジでないきあんまり。そこもすごいコントラストよね兄弟で。生まれる順番が逆やったらね。また違ったかもしれん。そうなんですよね。本当そうかもしれんね。面白いですね。面白いですね。まあね、だきまさが2番弟子じゃなくて1番弟子やったらもっと優秀になっちゃう可能性があるんだな。まあ因果ですね。これも因果やね。1番弟子やったら違ったかもしれない。もうちょっとむちゃくちゃしようったかもしれない。そうね。だから2番弟子だ。それはじゃ順番が左右することもあるっていう感じだよね。なんか。まあただそれがね大器晩成になる可能性もあるしね。わからないですよね。わからんだよ。まあそんな感じで、はい。何の話これ？あれ伝え忘れたこと。ないよ。伝えきれてないことが。何？いいかねパレットが話戻すけど、前回のやつ、序盤のやつ、いいかねパレットにもっと来てもいい。みんな、リスナーのみんなと思った。思いました僕は。でやっぱ聞いてるというか話を聞いてたり、実際に様子見てると、例えばさ高校の同級生とか、なんかあんま来てなくて、まあそんなめっちゃ来んけどね。例えばね、で近所の人もなんかいいかねパレット知らない人が田川に結構いるって言ってましたけど、どういうことなのって。いや怒っちゃうことなのと言って怒っちゃうよ。あとミュージシャンがここでさレコーディングとかももっとしてもいいと思うし、ドミトリーもっと平日泊まっていいと思うしと思いました僕は。なんかムカついてきたね。ムカついてきた。もっとやってもらっていいよね。でやっぱこれは長期滞在俺がしなければ気づかなかったね。いやだけどお前がちゃんと言わんかほんなら。いやそうなんよ。お前のせいで書かんかお前。ノート書かないか書かんなこれ。なんち書かないか書かんな。ノート書かなきゃ。うまく言えてなさすぎる。でもこうやっていいかねパレット通信でね、声を大にして言えないですよ。いいかねパレットをもっと活用してほしいし。いや本当そう。もっと知ってほしいですね。そうね。でまたね、加えて言うとね、多分一回フラッと遊びに来ても分からんのよ。いやこれが結構問題で、要はさ地元の人っちさ「ああパレットやるよやん」ってパーチ来るやん。おおなんかコーヒー飲めるんや、ああ飯食えるんや、ああ楽器タダで使えるんや、あ卓球できるんや面白かったっつって帰るんや。これじゃあちょっとむずいんよね魅力が。長期っていうかまあね1週間ぐらいは。そうなんよ。なんかさ生活せんとむずくないこの。そうね。だきね逆に高校の友達とか来て「あなんか綺麗にしちょうばい」とかで終わる。ああなるほどね。なるほどね。ここでどんな文化が起こっていて何が生まれているのかっつうのが相当伝わりづらいよね。なるほどね。確かに届けるの難しいもんね。バーベキューできる場合ぐらいで終わるんよ。そうじゃないんだけどね。だけどなんか近くであればあるほど止まらんき難しいっていうのは。なるほどね。確かにそれありますよね。だきまあこうやって伝えていこうっつなっていいかねパレット寿司にやるんやけどみたいな感じやね。でもなんか今日そのこそあったんだけどさ、少年野球が今日うちバーベキューしてくれよってそのコーチものすごくよくお話しするんやけど、前からいいかねパレットのこと知っとるやん何年も前から。一時期ほら倒産しかかった時から出張き今日来た時に「あ親父君車まあ、長期滞在とかテナントとか今おるきね、うん、それさっき言うように結構遊びに来てる人もいるから、うん、車めちゃくちゃ多いねみたいな、はいはいはい、で「あそうなんですよ」っつって「いやこれなんだどういう人?」って「じゃあ長期が多くてうん、増えてきててテナントもあって、はい、今結構まあその SNS とか見て遊びにも来てもらってるんで」って話して、うん、た時に「うわー前よりこう人増えていやもうほんとよかった」っつって言ってくれたよ。時なんかクールというよりは普通応援しようみたいなスタンスもあるんかなと。もちろんもちろんもちろん、うん、そうなんかこう何しようかはこうがっつり分からんのやけど、うんうん、まあ、田川でそういうなんかこう盛り上げようとしようき、はい、頑張れみたいに思ってくれちゃう人はおるんやかなってその時話して思って、うん、ありがとうございますって話したんやけど、そうだよね、うん、だけどまあもっとね関わってもらえればもっといいけどね、うんうん、確かに。でやっぱね応援はめちゃくちゃ感じるんやけど、うん、正確に理解してもらうのがめちゃくちゃ難しいよね。それはそう、うん、体感しないとなんかさなんやろな、いやむずいよね。で応援するってなったらこう施設使うぐらいしか、うん、なんつうかなまだ伝わってないという感じ、うんうん、そうですね、ここを借りてなんかするとか飯食い来るとかはあるんやけど、多分ここで本当にやろうとしちゃうことっちもっと人を支援したりとか、うん、ここで文化を作ったりとか、そうだよね、うんうん、そっちと思うよね、うんうん、なんかここをどうやって伝えていくか結構課題やね。難しいよね。表面的だと機能の部分がどうしても見えちゃうんですよね。うんうん、まあ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 だきまあそれはだきこうやって長時間話を聞いてもらうしかないと思っちゃうき、テレビが取材に来ても全く分からんの。いやそうっすね、マジで分からん。そうだきやっぱテレビが取材に来たら、はい校内で缶蹴りできますとか、はいなんとキーマカレーが新発売してカレーが美味しいですとかになるわけよ。なるほどね。それじゃ全く伝わらんくて、でやっぱりそこを見るきその地元の人たちっち、あパレットっちそういう施設なんやってなっちゃうんやけど、多分違うんよね。そうやね、しかもそれだけじゃないって感じ、それはもちろんあるんやけど、おいとま食堂もなんか飲食店で売り上げを上げたいわけではなくて、そこでやっぱりこう関わる人がいっぱい増えることによってこうやっぱね意識を変えたりとか、コミュニティを作って常識を覆すような人ができたりとか、なんか多分あともっとワクワクする社会を作ったりとか、そういうことをやるやんけど、多分ね難しいよね。難しい、これはね本当伝えるの難しい。あじゃあ僕からリスナーに向けて提案があります、はいはい、ターゲットを絞ります、うん、はいはいはい、伝えたい人ターゲット誰田川の人、はいはい、しかも住んでいる人、僕と同年代ぐらいの住んでいる人、うん、住んでいる人、田川に住んでいる人、うん、で、もう妻子持ちの人でいいでしょう、はい、うんうん、僕と同年代ぐらいの、うん、やっぱ田川に住んでてこんな風に長期滞在しないと思うんですけど、うんうん、まあ、実際僕も実家に泊まれるわけじゃないですか、はいはいはい、だからしなかったんですけど今まで、うん、実家に寝泊まりするから、うんうん、でもドミトリー代を払ってでも、うんうん、こうやって滞在してたら、うん、すごく見えてくるところがあるんですよ、はい、いいところがね、うん、で実際面白い、めちゃくちゃ、うんうん、面白いしここでなんかこういうことが起こってるんだなっていうのが何かの役に立つと思います、うんはいうん、なので、実家があるからといって、うん、怠けずにドミトリーに泊まろうなるほどね、そうね、分かった。で、うん、確かにでも、うん、ドミトリーは家歩きってなるかもしれんき、うん、キャンプしよう、うん、そうやね、あ、まあ、キャンプもそうやね、今一組限定キャンプとしてやれるんで、うんうん、で田川の人も現地にキャンプ行くわけやろ、そうやね、うん、あやったらキャンプやったらいいんじゃない、まあそうやね、うん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 、キャンプでいろいろと見てもらったらいいかもね。そうね、1週間ぐらいキャンプしてもらって、うん、そうね、それもいいよね、確かに、いいと思います。1週間ぐらいキャンプしてもらってね、モルックしてもらって、うんうんうん、いいかもね。でこっから出勤しよう。いやそれいいね、うん、それいいと思う。普通にちゅうかそういう人おるよ、うん、たまーにやけど、うん、こっから出勤するみたいな、うんうん、そうだね、うん、もっとまあ遊び来てもらえ、まあ僕もちろん俺らも頑張るしね、うん、もっと伝えれるように、うんうん、けど難しいけどね、めちゃめちゃ、まあまあまあだけど何回も言うけど、それもあってこのパレット通信を絶対やっていこうっちゅう、うん、あなるほどね、うん、そうで今まではなんかこうなんつうんかな、面白い人とかこととか紹介しとったんやけど、多分ねパレットの文化みたいなものは多分太陽と結構こうやって話してじわっと伝わっちゃうはずなんよ、うんうん、これをやり続けていくしかないなって感じやね、うんうん、いやこんなに宣伝するつもりじゃなかったんだけどな、うん、まあまあまあだいぶついついしてしもうたな。だいぶ金太陽に払っちゃう。いや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 もらってないですよ。インフルエンサーじゃないですよ。これはカッコ PR って入れちゃう。ハッシュタグ PR でこっちにお金入れたらこことここ兄弟駅こう流れる。いやいやいやそういうんじゃない。裏金でね領収書でこうやってそういうんじゃないから。いやそんな感じかな今日は。はい、だいぶ話したけど、いや結構思った以上に話したね。いやそうですね。いやね。でまあ僕もまだ数日いますからね。楽しみですよ。ここから何が起こるかわからんね。最悪の事件起こるかもしれない。最悪の事件も起きたりするきね。そう。何でもありやき。いや俺が分かっちゃうのはこれから山小屋に行ってラーメン食べるっちゅうことぐらいやけど。なんなんそのぐらいの事件しか想像できない。マザーとかすごい事件遭遇しようね。トイレから出てきたら廊下にヤギを追ったりする。いや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 写真上がってきたのそれだけでポンって「えすいません廊下にヤギいいんすけど」パレットのねペナントが飼ってるんでヤギが予想も最後それは校庭でウリ棒が走り回る。予想もだにせんことあったりするたまに。そうですね怖いですね。ということでまあよろしくお願いします。ありがとうございました。改めてねゲストは株式会社オフィス樋口社長であり、僕の弟であり太陽の小学校からの同級生樋口太陽くんでした。ありがとうございました。はいバイバーイ。なんだ今の一瞬の間は。バイバーイ。